ETC 車載機をですね、通販で購入しました。これです。CYET926D っていう型式のものです。これは ETC1.0 です。はい、こちら車内です。このあたりにですね、アンテナを取り付けようと思います。はい、この機器がアンテナです。これをこの辺に取り付けようと思います。で、この線をね、この天井のところね、ここを通していきます。ここね、隙間空いてるからね、簡単に入れられます。なんですが、これちょっと入れる前にね、ここにスポンジを巻いとくんですよ。スポンジを巻いて、ここに線を入れていく。そうすると外れにくくなりますからね。なので、まずはスポンジを取り付けます。はい。で、次は、このあたりに、このアンテナですね。これをね、付けようと思います。これ両面テープになってますからね。これ剥がして、ここにくっつければいいだけ。まあ、その前にね、脱脂しなきゃダメなんですけどね。油分をね、拭き取って、そして取り付けた方がね、剥がれにくくなると。これ、シリコンオフのね、スプレーをね、すでにここに吹き付けておきました。で、これで脱脂すると。で、あとはアンテナを付けていきます。はい、これアンテナです。で、これをこの辺にね、付けようと思います。はい、あとはね、線をね、この屋根の裏のところにね、入れていきます。はい、こんな感じで入れました。はい、次はですね、この線を、ここの中をこういう風にね、通していこうと思います。こんな感じですね。ここを外していきます。これ外すには、ここにあるこのゴムのパッキンみたいなやつね、これをね、下からね、剥がしていけばいいだけ。で、その後にこの灰色のね、このカバーを外すことができます。ではやっていきます。はい、こんな感じでね、外れました。あとはね、このカバーを外していきます。ちょっとこれ使ってね、剥がそうと思います。はい、外れました。こんな感じになってんね。この青い突起なんですが、これが、この穴にね、はめ込まれてるだけです。だから引っ張ればね、すぐに取れます。では次はですね、この線をここにこう通していってですね、この下にヒューズボックスとか入ってる空間があるんですけども、まずそっち通します。これ配線通しの針金です。ここにですね、その配線を縛り付けて、そして針金をね、向こうのね、隙間から通していくと。うん、そんな感じですね。はい、あとはこの針金をここから通していきます。はい、無事通りました。で、あとこの線ね、ここに縛り付けてね、固定させるようにしましょう。はい、あとはね、カバーもう取り付けちゃっていいと思います。はい、ではこれを外すんですけどね、これ簡単です。まあ、軍手使っといた方がいいです。上からこう外すという風にしてみてください。まず外しますね。外れました。で、次ここにね、線つながってますから、ここにね、コネクタあります。これ手で外れます。まあ手でちょっときついかもしんないけど、まあその場合はね、なんかこういうものでもね、使って外してください。私ドライバー使って外しました。ちょっとこれ手で外すのやっぱり大変だわ個人的につけた LED なんですけど、これは普通はついてませんから、これ私が勝手につけたやつです。なんでこれちょっと気にしないでください。じゃあそうすると、こことこことこことここ4箇所にね、ネジがありますんで、このネジを外せばね、これ外れます。あとね、ちょっと言うの忘れたんですけども、ここにね、まあタオルだとかさ、この軍手こう突っ込んどいた方がいいかもしれないです。これネジ外れた時に間違ってね、送風口の中に入っちゃうかもしれないんで、今日私そういう風にしなかったんですけども、いつもはそうしてるんですよ。まあそういう風にしといた方がまあ安全かなと。まあ普通のね、ドライバーでここ外していきます。はい、外しました。あとはね、これ引っ張れば取れます。これカーオーディオ機器です。で、裏はどうなってるかっていうと、はい、こんな感じになってます。まずね、これ手で引っ張れば取れます。はい、取れました。今何するかっていうと、
こっからね、アクセサリー電源の線をつなごうと思います。はい、アクセサリー電源は、ありました。これですね。これ分岐してます。この赤いやつ。分岐して、これです。これにね、車載機の電源を取り付けるという形になります。これ車買ったばっかの人にはついてないんですけどもね。これ社外品のね、オーディオ機器をね、取り付ける場合に、このコネクタ取り付けるんですね。これは別売りのものです。ここに中がごちゃごちゃしてるのありますよね。これは別売りのやつです。で、その別売りのコネクタにはこういう分岐の線ありますんで、これがあるとね、電源取り付けるの非常に楽です。これがないとね、ヒューズボックスって言ってね、これ、こっからね、電源を取り出さないといけなくて、ちょっとめんどくさいんですね。まあ私の場合は、こっちのカーオーディオのね、電源の線から引っ張ってこようと思います。これがですね、ETC 車載機の本体についてきたコードです。で、ここにですね、ここに ACC っていう線がありますんで、この赤い線をさっきのね、オーディオの線に取り付ければいいだけ。では取り付けます。はい、この線をですね、こちらの、これオーディオの ACC 電源の線に取り付けます。こんな感じでね、線をつなげました。はい、あとはですね、アースですね。はい、この線にね、こんなのがついてます。これをですね、まあ車の金属部分にね、つなげればいいだけ。車のボディはバッテリーのマイナス側にですね、全部つながってるんですね。なので、この端子をですね、車の金属部分ね、どこでもいいからね、つなげれば OK。まあ、ここにですね、このアースの端子をね、ここにつなげようかと思います。これ結局ね、この車にね、設置すればボディアース、ね、マイナス端子側にね、つながるようになってますから、ね。これここにつなげようと思います。アースの線をつなげました。あとね、この電源線とアースの線ね、この奥から入れて、そして、ここをこう裏を通って、こっからね、この下、ここを通そうかなと思ってます。こっから下行って、ここにですね、その ETC の本体をね、取り付けようかと。この下側ね。まあそんなプランで行こうかと思います。あとは裏から配線通していきます。では、あとこの線をですね、この裏から通して、この下から出そうと思います。この配線通しのね、針金使っていこうと思います。はい。まあこんな感じでね、縛り付けて、で、こっから下に通していきます。はい。通すことできました、これ。はい。あとはね、オーディオ機器をね、元に戻しちゃいます。元に戻すことができました。ところで、さっきね、フロントガラスにから通してきたアンテナの線なんだけど、これはですね、ここをこう通して、裏から通して、ね、ここに通せばいいかなと。まあ、あとはもう単純。で、まあ、線ね、束ねちゃいました。あとはこのアンテナの線を、こっから裏から通して、車載本体取り付けるところまで伸ばしていきます。これアンテナの線来ました。あとはね、ここまで来ればね、アンテナ線と電源を取り付ければいいだけ。とりあえずは線をね、つなげてしまいます。動くかどうかね、調べてみますね。配線関係はね、すべて終わりました。まあ、とりあえずは動くかどうかね、確認してみます。ではやってみます。車載機管理番号、型式登録番号、カード未挿入警告は20秒です。とりあえず電力は来て動くみたいです。あとはね、ETC カードを入れて正常に動作するかどうかなんですけども、実は今のところですね、ETC カード申し込みはしてるんですけども、まだ届いていない状態です。ね、届いたらね、また確認してみたいと思います。ETC のね、取り付けやってたらね、その2時間後にですね、ちょうど ETC カード届きました。というわけでね、早速正常に動くかね、このカードを入れて試してみたいと思います。ETC カード届きましたので、早速試してみます。カードを入れますね。ETC カードが挿入されました。カード有効期限は、
はい、ETC カード正常に動くのが確認できました。あとはね、高速道路を行きまして、ね、ETC のね、通路ですね。あそこをですね、問題なく通過できるのか、それを確認するばかりですね。はい、これからね、高速道路に行きます。ね、ETC のところね、通過できるか。ちょっとワクワクしてきました。行けるかな？開いてくれればいいけれども、どうかな。やった！開きました！やったね。これどっち行けばいいの？こちら。ちょっとね、初めてなものでね、緊張しました。まあ、一区間だけね、高速道路。乗ろうと思います。あとはね、無事に出られればいいかなと。はい、来ました。出られるかな？右だね、これね。ゆっくり行こう。もし出られなかったらやばいかな。料金は320円です。うまくいった。まあ、なんとかね、ETC 通過できました。